皆さんこんばんは。はい、こんばんは。パチおでんでございます。ちょっと今、タイミング、何それ、今時間差攻撃して。カナメさんのそのリズムに僕ついていけないです。いやいや。ついていけなくても大丈夫です。自由にしていただければ。あ、そうですか。で、前回はですね、私がパチンコやったんで、今回はちょっとスロットやってみたいなと思いまして。いいじゃないですか。いいじゃないですか。で、まあスロットというとですね、やっぱまあ壁にさんよりも、まあドラゴンさんの方がいいなって。正しいと思います。だ僕はパチンコでも壁兄さんよりドラゴンさんなんですけど、スロットでも壁兄さんよりドラゴンさん。そうそう、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ俺の位置ないやん。いやいやいや、あの詐欺師。詐欺師か。言うていいことで悪いですね。ドラゴンさんと、マリナさんとちょっと私もなんです。はい、スロットやりたいなと思います。あなただってパチンコできないでしょ。そうだ、できないことはないですよ。あ、そうだ。壁兄さんたちは何を。今日はですね、僕本当最近プライベートも非常についてないわけですよ。なんで今日はですね、アマデジを今までやったことないでしょ。アマデジ、アマデジのガロを行きたいな。ガロ、まあ今後ね、さすがに抽選、あのお客さんいっぱいいるでしょ。はいはいはい。でもアマデジには最初から行かないわけ。すごい長い。だからすごい長い。いや、説明ですよね。ゆっくり話したいんですけど、ね、あの本当に早く締めないとね、もうユミさんの視線が怖いんですよ。寒い寒い言ってるのですよ。気にしちゃダメ。気にしちゃダメだそうです。じゃああと1時間ほど喋りたいと思います。早く締めようか。締めましょうか。じゃあそれじゃあ皆さん頑張っていくぞ。この番組はベルヤグループとご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、今日の朝パチアサスロ、パチンコ組ですけど、ご覧の通り、嫌なメンバーとお送りいたします。今日は、なんと、はい、朝パチで初めて、はい、アマデジを打つと、はい、ね。でアマデジもね、今からの時代というか結構台数が増えてくるわけよ。ですね。でアマデジでもやれるんだぞというところを見せたいということで、今日は同盟の人、大当たり回数が一番少ない人はエンディングで黙った顔で変な顔をずっとしてる。喋れない、喋っちゃダメなの。さあいいですか、大当たり回数ですよ、ね、頑張ります。うわやば、サキーナがやばい、エフェクトが熱かった。これもう当たったんじゃないかな、私当たったんだったと思う。あなたは先走りますね。まだまだわからないですよ。いや、もう当たりだよこれ、もらいました。いや、さすがアマデジ早い。外れてしまい、当たってしまい、外れてしまい、当たってしまい。うわ出てきてね。うわうわ、なんやこれ、両サイドでユミちゃんもいい感じ。うわうせえやん。弱い。あ、先な、ここ大事だよね。先なないな、ないない、先なない。あ、ない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 。いやあるな。外れろ。打っちゃうや。早い。たた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 。六回転目か。やってないし。やったぜ。なんなんそれ、5回転。キバキバみたいなガロが出てきたよ。キバみたいなガロが出てきたよ。まあ、当たりやないか。なんやそれ。当たった。なんやそれ。やったぜ。イエーイ。いや、いやじゃねえよ。なん5回転と3回転って。さあ今回北斗ということですけども、今の5号機の北斗の目というのは何か違うんですか。逆に言うとですね、4号機の時の素晴らしさがあったので、それを継承している形になっているんですよ。だからレア役ですよね、スイカであったり弱スイカであったり、まあ弱チャンス目とかそういったものだとなかなか上がりづらいんですけども、今僕が聞いているようなこういう中段チェリーとか、あるいは強チャンス目とか、まあそういった役が成立するとモードが
上がりやすく、あるいはモードが高いところにいると AT っていうボーナスにつながると。今これどういう状態ですか？これこれも今ドラゴンさんと一緒で中段チェリーを今引いてる状態です。で一緒ですね、ここのカウンターがついてるんでこの間にもう1回レート引いていってっていう感じで。はあ、もしかするとここから、変化していくかもしれない。そうですね、来ましたか。あ、もっと遅い。あ、あそこにいるけど、あそこにいるけど、あ、おらくなった、ダメや。おるか。あー、おったー。早い。すごい、早いね。めっちゃ早いですね。75ゲームです。これ逆回転し始めたの。あの勝手に揃ってくれるんで、うわリード遊びがちょっとあるんですよ。オーラは白。ああ、イエーイ、すごい。この時点でもう勝ったよ。うわーすごい。え、今どういったのが入ったんですか？中段チェリー引いたんですよ。で中段チェリー引いてその後の演出でまたフォーワッチャーまで行ったんで。はあ、引きが強いですね、はい、こちらは大当たり回数を競ってアマデジノガロを実践中のパチンコチーム。ユミちゃんはすでに2回の大当たり。言い出しっぺの壁にはいまだ当たりこず。そしてユミちゃん、さらにチャンス到来。絶好調のユミちゃん、本日4回目の大当たり。やったぜ。そしてここで壁兄に次回予告出現。このチャンス、ものにすることができるのか。お前タイミング悪い、タイミング悪い。お待たせいたしました、はい、壁ショータイムの始まりです。いきますよ。当てれろ。うっさいやん。あんな簡単なんかな。やったー。俺の方が熱かったんだって。俺の方がいいリーチだったんだよ。負けろ。大丈夫、赤だから。剣すり抜けろ。うっさいやん。やばい、あれやばい、マスターあれやばい。さあ、サンカー、サンカー危険だな、意外と。口だけは出しがけた。よし。あ、サンセうわい、サンセカバレ
元の、5万6千の壁にファンの方お待たせいたしました。いやこれ外れたら俺カウンター前に5秒間正座してきますよ。お願いします。5秒間正座してきます。いや当たりますよこれ。ザジリーチじゃないの？え？一番熱いやつじゃないの？ザジ奄美スペシャルじゃん。ほら奄美スペシャルリーチだからもう当たるの分かってるからもういい。もうあのどういう演出になってももう当たると思うんだよ俺は。これは奄美スペシャルリーチじゃん。ねお待たせいたしました。長いな。はい、来ました。さあ、大変長らくお待たせいたしました。壁に、はい、サッキーナが終わった瞬間に壁に劇場の始まりです。さっき始まらんかったもんね。ショータイム始まらんかったもんね。今当たる瞬間にいらんことは言わんでくれるか。嘘や。いや嘘嘘。これ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 何これ。これ絶対上がってくるって。これは復活パターンだから。あこれは上がるからこれ絶対に。ふざけんなよ、ほんと。ふざけんなよ、ほんと、マジでよ。このステージが一番熱いですね。ベルソの音、ここが黄色く光るんですけど、普段はね、はい、ランプ無重って言って、例えば緑色になったりとか青になったりとかするんですよ。だから黄色のものが揃ってるのに黄色じゃない場合、ランプ矛盾が起きた場合っていうのが光学異常が確定するんで、でその光学異常が確定しているときにあの僕中断地に引いたんですよ。なので確定なんです。 AT がすごい。押さなくていいですよこれ。勝手に取れます。いやあのいやあのそれよりですね、それよりもうそこそこいいゲーム図なんで当ててください。
当たってこれが外れたら俺もう一回カウンターの前で土下座してきます。わりかし熱いリーチに来ましたもんね。これ以上外れたら、いや本当俺目が点になりますよ。あー飛ぶよ、あー飛ぶよ。ついに壁に念願の大当たり。ここから奇跡の逆転劇を見せることができるのか。大丈夫な気がする。今2回、この ST が全てです。そして壁にサッキーナに追いつく2回目の大当たり。サッキーナさん2回目当たりました、ありがとうございます。やだ、しかしサッキーナも負けてませんよ。もう終わりです。エンディングではあなたは喋っちゃダメですよ、ね、喋る。しかも視聴者の方が、あ、いやこれで当たったら奇跡ですよ。いやこれで当たったら俺の負けでいいですよ。いや本当にこれで当たればね俺の負けでいい。はいはい、残念。結果発表。よっしゃ、いや面白かった、面白かった、面白かったです。何がすごいかというとですね、両サイドで、うん、うー当たった当たった当たったっていうのがずっと鳴り続けたという。まあ普通に当たってただけです。すごい、もうね私以外両サイドかかってる。え、カナメ君はダメだったの？全くダメでした。これは熱い演出じゃないかなっていうので自分でやってドキ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 してるんですけど、もうドラゴンさんが、あ、そう違う、マリナさん意外とこの2人クールでしょ。あの多分ね視聴者の方があのドラゴンとかもうこうずっと出てるんで、はい、あこういう演出はもう外れだと、これ多分視聴者の方はみんな大体知ってるんです。チェリーは真ん中の方が熱いんですよ。中断チェリーのことですね。舐めてます。俺もなめてます。あの強チェリーあったら、中断チェリーあったらとか、真ん中にスイカが揃うと強チェリーなんですよ。強チェリーじゃないです。チェリーじゃない。もうね、あの果物の名前が違いますからね。もうチェリーとスイカですから。強スイカです。なんかね、カナメ君を聞き寄ったら、あの久々にパチンコスロットを打った近所のおじさんみたいな。マジすごかったけみたいな。いやいやいや、びっくりしたけみたいな。いやいやいや、これだけ興奮するんですよ、パチンコっていうのは。なるほどね。パチンコチームどうでしたか。いや、今日は待てし打ったんですけど、はい、まあ楽しくやらさせていただきまして、はい、ただやっただけじゃ面白くないんで、あのうち罰ゲームっていうのを作ってるんですよ、はい、で優勝はユミちゃん、はい、ええ、ゆみちゃん、大当たり回数で勝負してたね。そう、何喋りようか、お前。ほら、ゆみさん、すごいですよ。いや、だって甘ねじなので、まあ当たりやすいのもあるんですけど、まあ3回転ね、朝早かったもんね。3回転何喋りようか、何やってるんですか。で、あのドベになったのがサッキーナなんですよ、はいはいはい、で、こいつは喋っちゃいけないんですよ。
エンディングを。そんなこと言ってました。だから喋っちゃいけない、はい、それからまともな顔するなっていうのがルールなんですよ。長い長い。え、今喋りだしてる。巻きで巻きじゃねえよ。結果どうだったんですか。え、ユミさんと1位、2位、3位でございます。ははは。で、喋っちゃダメって言われてたけど、喋、はいはい、ってますずっと。ねえ、何にもならないじゃないですか、ね、鼻の中なんか冷たい。じゃもう今日風の残りがあってちょっと鼻声が残ってるだけ。何詰めてんの鼻の中。何も詰まってないでしょ。さあ、パチンコもですね、スロットもですね、皆さん、楽しまれてましたけども、パチスロをやってた方に関東賞を、はい、マリアさんの方から、はい、渡してきました。はい、それではスロットコーナーの本日の関東賞はこちらのお客様です。おめでとうございます。頑張ってください。え、この朝パチ朝スロも、はい、あのね、一般の人たちがどんどん来てね、はい、まあ、関東賞の方に T シャツを渡すみたいなことあるでしょ、はいはい、これからのパチオーデンはですね、このベルヤマックス南高井店含めですね、はい、地域の皆さん、商売されてる方がたくさんいますよね、はいはい、そういう方が全員ね来てほしい。対戦に、対戦に、対戦に来てもいいし、はい、まあ、こういう概要がわからないでしょ、それじゃあ。あのここら辺のね、あの地域の住民の方たちで、あの飲食店とか営んでる方いるじゃないですか。せっかくなんでこの番組に出てもらって自分のお店の PR をしてもらおうと。お前こそういうことなんですよ。いいですね、はい、いいですね。だから今わかりやすかったでしょ、はいはいはい、あの俺が若干ミスる、はい、ドラゴンが修正する、はい、けどね、なかなかやっぱほらテレビで自分のお店の PR できることないので、ちょっと早起きになりますけどもね、あの一緒に打っていただいて、それでちょっとここでもう今出ていただいて PR をこの辺に、今この辺にですね、あの応募ほぼホームページこう出てるんですよ。え？あのそういう大事な告知も負けということなんですね。いや楽しかったですね。いや私は一回もかからなかったんですけど。田中君正直言ったらあれかからなかったから楽しくなかったでしょ。はい、まあ、ね、やっぱね、しばらく調教が必要ですね。調教、まだやったことない人、さらにはちょっとパチンコスロットから離れて、ね、もう一回やってみようかなって思う人ね、このパチオーデンを見て、パチオーデンを見て情報を得てここに来るとさらに面白いということで、皆さん、また頑張りたいと思います。おやすみなさい。おやすみなさい。どうしたその間、どうしたその間。この間についていくの難しいね、なかなかね。要クオリティ難しいな、これ。